はい、皆さんおはようございます。アジアで生き抜いてますケイちゃんです。今日はですねちょっとね、このワイシャツを見て、ご覧になっていただく通りですね、今日はですね、普通の平日ということで、平日の朝ということでですね、これから実は、本業で、事務所の方にちょっとね行く予定でおります。なんですけどもですね、朝一番に実はこの動画を撮ろうとですね、昨晩からちょっと考えておりました。というのはですね、本日、皇后雅子様の、58歳のですねお誕生日ですよね。なので、毎年なんですけども、このお誕生日に、関わるですね感想文が、以上ですね、皆様に紹介をさせていただいて、それからですね、ちょっとね本業の方に向かおうと思って、今現在ですね、実はですねタイ時間で朝の4時です。朝の4時に起きてですね。で、このね、仕事に向かう前に、このね、1本目の動画を撮ってすぐに、朝一番にね、配信しようかなと思っておりました。ということです。でですね、毎年ですね、雅子様、今回のようにですね、一応経営部長、宮内庁を通してですね、具体的に、お誕生日をお迎えになった感想文ということで、毎年出されております。で、今年もですね、この、本日をもってですね、9日の朝をもって、経営部長から配信されておりますけども、実際にはですね、ちょっとね、私今現在ですね、これから読み上げようと思っているのは、朝一番にですね、出てきた、本当にね、本日の、0時1分ですね。12時、夜中の0時1分に配信された毎日新聞の、ちょっとですね、その感想文の用紙、これをね、ちょっと、特にね、読み上げたいなと思うところを読み上げてですね、皆さんにお伝えしたいなと思いました。でですね、毎年ですね、私思うんですけども、特に、この皇后雅子様の、このお誕生日に関するですね感想文、これ毎年思うんですけども、当然ね他のその、皇族の方、それも天皇陛下もそうですし、先日の愛子様もそうなんですけども、特にですね皇后雅子様のこの感想文というかお誕生日に関わるですね文面に関してはもうね私毎回に数えるんですけど、この感謝という言葉がですね非常に目立つというかですね、非常に多いんですよね。ご自分のことは、とりあえず置いといて、で、その、とにかくその国民に対するですね、感謝だとか、他の方に対する感謝とかですね、そういったようなことが非常に多い皇后雅子様なんですね。もうそれだけですね、とりあえず、とりあえずというかですね、ご自分のことはもちろんそうなんですけども、とりあえず置いといてですね、それよりもどちらかというと他の方に対する、今年も無事にその誕生日をお迎えすることができたというようなことに対する感謝の気持ち、これがすごく強いんですね。私は毎年ですね、この文面を見るたびにそういうようなことをね、思っております。やっぱり今年も、雅子様の、この文面だったなということで、感慨深げにですね、思っておりまして、で今年もですね、そういうような形でちょっとね、紹介させてもらおうと思います。ちょっと待ってくださいね。こうやってね、ずっと話し続けてるとどうしても喉が渇いてきちゃって、ごめんなさい。特に朝一番で話してますので、なかなか声が出てこないっていうこともありますんで、でですね、ちょっと申し上げましたように、毎日新聞が用紙ということで出してますので、ちょっとね、読み上げています。特にやっぱりね、冒頭で、やっぱり愛子様のね、お話出してるんですね。今月初めに愛子が成年を迎え、多くの方々から温かい祝福をいただきましたことにお礼申し上げます。やっぱり出てきましたね。こういうようにね、必ずね、感謝の、お気持ちから入る。これも雅子様の、このね、毎年のね、この文面で、毎年そうです。で、こういうことが何個も出てくるんですよね。すいません、足折って、お礼申し上げますと、成年行事も無事に終え、安堵しましたと、20年は長かったようにも、あっという間だったようにも感じられますが、さまざまな思い出が思い起こされて、感慨深く思います。もう成年かと思いますと、信じられないような気持ちもします。皆様には成長を温かく見守っていただき、感謝しています。また出てきましたね。この感謝というお言葉、本当に多いんですよね。
愛子には、経験を積みながら、積み重ねながら一歩一歩成長し、成年皇族としての、務めを果たすことができますよう願っています。引き続き温かく見守っていただけたらありがたく存じます。ということでまた出てきましたね。このね、今ね、読み上げたのは本当に5、6行ぐらいの、文面なんですけども、この中でも最初のね、この、触りの部分だけでもですね、今申し上げましたように、この感謝とかですね、ありがたく思いますとかですね、そういったような、感謝の念の言葉というのがもう3つぐらい出てきましたよね。これ毎年そうです。毎年間違いなくですね、5つ6つ必ず出てくるんですよね。それを読むたびに毎年そうなんですけど、あ、やっぱり雅子様のその感想文だなっていうのはね、本当にね、わかるんですよね。やっぱり雅子様のお人柄というかお気持ちがもうパーッと出てくるんですよね。すいません、私の感想ばかり述べてますが、続きます。で、ちょっとね、全部読むとね、あまりにも多いんで、特にですね、皆さんにちょっとね、共有したい部分としてですね、あとやっぱりですね、コロナのことに関しても、やっぱりね、言われてます。で、昨年に続き新型コロナウイルスの、最悪に見舞われ、世界中で多くの方が亡くなる大変心の痛む年でしたと。大切な方も亡くされた方々のお悲しみもいかばかりかと深く思いを寄せています。闘病中の方や後遺症に苦しまれている方々にお見舞い申し上げますと。医療従事者の皆様のご苦労もどれほどかと案じています。我が国での感染者や重症者の数が落ち着いてきています。他方で海外で感染者が増加し、新たな変異株の出現など予断を許さない状況が続いており、みんなが心を合わせ対策や努力を続けていく必要を感じます。この文面もそうですよね。感謝という言葉で、ね、ただやっぱりね、医療従事者の方々に対する、そのね、感謝の念という言葉がね、含まれてますよね。で、やっぱりね、本当にね、雅子様のこういったような文面すべてなんですけども、ご自分のことはすべて後なんですよね。で、そのご自分のことをお話しされる前に、まず必ずですね、こういうような、今回で言えばこういったコロナの話ですとか、やっぱり愛子様のお話とかですね、その周りの方のことの、に対するですね、やっぱり感謝の言葉だとか、ねぎらいの言葉、そういったような言葉がもう必ず目につきますね。で、ちょっとね、話がね、私の話ばっかしになっちゃってますけども、あとね、ちょっとね、やっぱりどうしてもですね、やっぱりいっぱいちょっと書いてあるんで、読み上げたいところとしてはですね、ちょっとやっぱりね、オリンピック、やっぱり今年といえばですね、オリンピック、パラリンピックだったので、そのことに関してもありますね。この夏、東京オリンピック、パラリンピックが開催されましたと、新型コロナという困難な課題を抱えながらの開催となり、選手や関係者の皆さんのご苦労も大きかったと思います。競技をテレビ観戦しましたが、様々な制約を受けながらも、力を尽くして競技に臨む選手の姿や、国を越えて健闘を称え合う選手の姿が印象的でした。日本選手の活躍にも素晴らしいものがあり、多くの人々が感動を分かち合ったものと思います。皆さんの尽力にまた出てきましたね、敬意を表したいと。本当に多いんですよね。もうこのまさしく雅子様のお気持ちです。スポーツの分野では、日本人2人目の、ここがちょっとすごく嬉しかったんですよね。日本人2人目の、大リーグ MVP に満票で選ばれた大谷翔平選手の活躍も、多くの人々に勇気と希望を与えたものだと思います。皇后雅子様からですね、一人のスポーツ選手の大谷選手のことに関して言及されたこと、これはね、またね、ちょっとね、感慨深いものがありますね。今年はやっぱりね、大谷選手の、活躍、日本選手、私、海外にいるような私でもですね、もうやっぱり一喜一憂しながらね、活躍は見てましたので、こういったものでやっぱりなんかちょっと嬉しいですね。皇后様からですね、こういうようなお言葉があるというのはね。というようなことで、あとはですね、ちょっとね、これは、これは当然かと思うんですけど、天皇陛下に関すること、お言葉も、述べられております。天皇陛下には常に私の体調に お気遣いいただき、やっぱりそうですね、深く感謝申し上げます。もう感謝という言葉ね、私もね、かなり端折って読んでるんですけども、もうこれでやっぱり5つ6つぐらい出てきておりますよね。毎回そうです。
これからもおそばにお仕えできますよう、私自身の務めを果たしていくことができますよう、体調の回復に向けて努力を続けていきたいというようなことです。で、まあ、ちょっとね、読んでない部分もかなりあるんですけども、ちょっとね、私もご紹介した部分をね、中心に読まさせていただきました。今もとにかくですね、まあ、お誕生日、とにかく本日、誠におめでとうございますというようなことと、やっぱりですね、雅子さまのもう笑顔というかですね、それを国民が待ち望んでいます。これはもう間違いありません。やっぱりですね、本当にお体のことをですね、まあ、第一にお考えになっていただいてですね、で、やっぱり、まあ、なるべく数多くのですね、雅子さまの笑顔を国民も、まあ、見られることをですね、願っております。ということで、さっきちょっとですね、冒頭に申し上げましたように、実は、タイ時間の朝4時に起きまして、これが出るの分かってたもんですから、いや、まあ、一刻も早くというかですね、これからちょっとね、オフィスに向かうんですけども、一応着替えてですね、で、皆様に、第一声ということで、まさこさま、お誕生日おめでとうございますということで、お伝えさせていただきました。で、これから朝ごはんを食べて、この動画をちょっと編集してですね、配信をして、仕事に向かいたいなと思います。皆さん今日もですね、元気よく頑張っていきましょうということで、ご視聴いただきありがとうございました。失礼します。それではバイバイ。